皆さんこんにちは。ハイトーユーチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は分散投資に最適で、小額で買えるおすすめ5銘柄ということで、未だに初心者である私が、私のような初心者の方のために、5万円以下で買える銘柄を5つ紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。今回、利回りの計算で使う株価は、2021年6月22日、火曜日の割値を使います。それでは早速、 2686の G フット、アスビー、フェミニンカフェ、グリーンボックスなどを展開しているイオン系の靴屋さんです。授業内容は婦人靴、紳士靴、スポーツ靴、子供靴、その他となっています。売上が多いのはスポーツ靴で全体の36%を占めています。 最近の高値は1月28日の435円です。現在は高値からマイナス5%、マイナス22円の413円となっています。安値は2月26日の398円で、安値から見るとプラス 4%15 円上がっている状況です。財務については自己資本比率10%、流動比率98%です。 営業キャッシュフローマージン比率はマイナス8.6%となっています。最終的な利益はマイナスとなっています。配当金については権利確定が2月と9月です。2018年の20円まで減配をすることなく配当金を増やしていました。2019年にはマイナス5円の15円。 2020年はさらにマイナス5円の10円。2021年にはついに0円。無敗となっています。2022年の予想も今のところ0円です。株主優待の権利確定は2月と8月です。100株4万1300円で優待券が1年間で2000円分もらえます。GFoot が運営するアスビーフェミニンカフェ、グリーンボックスなどで使うことができます。 オンラインショップでは使えないので注意が必要です。1000円が年2回で年間合計2000円です。1000株と2000株でもらえる額がアップしますが、利回りで考えると100株の保有がベストです。配当利回りがゼロなので、優待利回りの4.8%が総合利回りとなります。財務が弱い、業績も悪い、配当金もない、と悪いところだらけです。 しかし、天下のイオンがバックについていることで勝手に安心しています。そして今日紹介するすべての銘柄に共通することですが、5万円以下であれば、まあ、いいかと思っています。5万円で買ったものが急に0円になる可能性もそこまで高いわけではないですし。ということで、5万円以下で5%近くの利回り、そして業績が復活したら、 配当金も復活するだろうという思いを込めて g f ット t を選びました2768の総実自動車や肥料などに強い総合商社です事業内容は「化学金属資源リテール生活産業自動車食料アグリビジネスその他」となっています売上が多いのは化学で全体の25%を占めています 利益率が高いのはその他で5%です。最近の高値は6月7日の357円です。現在は高値からマイナス5%、マイナス17円の340円となっています。安値は1月4日の228円で安値から見ると、プラス49%、112円上がっている状況です。 財務については自己資本比率26.9%、流動比率163%です。営業キャッシュフローマージン比率は悪くなくて5.3%となっています。最終的な利益率は1.7%で低めな状況となっています。そして ROE が4.4%、ROA が1.2%とお金を稼ぐ力は高くないです。配当金については権利確定が3月と9月です。 前年の配当金は10円で配当成功が44%でした。今回の予想は14円で利回りが4.1%となっています。2020年の17円まで10年以上配当金を減らすことなく順調に増やしていました。2021年にはマイナス7円の10円となっています。株の集体はありません。配当利回りの4.1%が総合利回りとなります。 財務や業績が極端に悪いというわけではなく、3万円で4%の配当金は魅力的です。三菱商事や伊藤忠には手が出せないけど、7大商社の一つでもある双日が3万円で買えるのは魅力的です。4344のソースネクスト、パソコン用のソフトを扱っています。ウイルス対策のソフトはかなり有名です。ポケトークという自動の通訳機もヒット商品です。 事業内容はポケトーク、ハガキ作成、アンドロイドアプリ、セキュリティ、その他となっています。売上が多いのはポケトークで全体の52%を占めています。最近の高値は3月18日の385円です。現在は高値からマイナス20%、マイナス63円の322円となっています。 安値は1月4日の269円で安値から見るとプラス 20%53 円上がっている状況です。財務についてはとても安心できる状況で自己資本比率60.1%、流動比率206%です。営業キャッシュフローマージン比率はマイナス5%となっています。営業利益率はあまり良くなくて4.2%です。 最終的な利益率は1.5%で低めな状況となっています。そして ROE が1.6%、ROA が0.9%とお金を稼ぐ力は高くないです。配当金については権利確定が3月です。前年の配当金は0.21円で配当成功が15%でした。今回の予想は0.41円で 利回りが0.1%となっています2019年は0.68円2020年は0.25円 2021, 2021年は0.21円と細かく設定しています株主優待の権利確定は3月と9月です100株32,200円で株主優待ポイントが1年間で2500円分もらえます ソースネクストが運営するウェブサイトで利用できるポイントとなります。ソースネクストが株主優待の新設を発表したのが2021年の1月です。まだ新しい株主優待なので詳細は不明ですが、おそらくパソコンのセキュリティソフトなどを購入する際に使うことができると思います。1年以上の継続保有で1500円アップの4000円になります。 優待利回りは7.8%で配当利回り倒せた総合利回りは7.9%となります長期保有の場合は優待利回りが12.4%で総合利回りが12.5%となりますパソコンを使っている人なら知っている人の多いソースネクストの株が3万円,3万円で買えるのは私も知りませんでした そして株の優体も始まったばかりというもののとても魅力的な内容です。仮に株の優体の解約があって、優待利回りが半分になったとしても、まだ魅力的です。財務の状況が安定しているという点は素晴らしいです。8897の宝ベ弁。主に首都圏でマンションの分譲を手掛けていて、エネルギー事業も展開しています。事業内容は不動産販売、不動産賃貸、不動産管理、発電、 その他となっています。売上が多いのは不動産販売で全体の79%を占めています。利益率が高いのは不動産賃貸で10%です。最近の高値は3月15日の408円です。現在は高値からマイナス20%、マイナス69円の339円となっています。 安値は1月4日の305円で安値から見るとプラス 11%34 円上がっている状況です。財務については自己資本比率26.5%、流動比率226%です。営業キャッシュフローマージン比率は優秀で17.7%となっています。営業利益率は悪くない7.3%です。 最終的な利益率は3.2%で低めな状況となっています。そして ROE が8.7%、ROA が2.3%とお金を稼ぐ力は悪くないです。配当金については権利確定が3月と9月です。前年の配当金は14円で配当成功が32%でした。今回の予想は同額の14円で利回りが4.1%となっています。 2010年には約0.5円でした。それが10年後の2020年には約40倍の19円になっています。2021年には残念ながらマイナス5円の14円になっています。株の集体の権利確定は3月です。100株33,900円でお米券が440円分もらえます。お米券1キロ分です。 500株と1000株でもらえる額がアップしますが、利回りで考えると100株の保有がベストです。優待利回りは1.3%で、配当利回りと合わせた総合利回りは5.4%となります。今日紹介したものの中では唯一業績がまともです。配当金もしっかり出ていて、株主優待の内容もバッチリです。3万円でこれだけバランスの良い銘柄は他にないと思います。 9995のグローセル。半導体を扱っている商社です。事業内容は集積回路、半導体素子、表示デバイス、その他となっています。売上が多いのは集積回路で全体の66%を占めています。最近の高値は1月27日の550円です。現在は高値からマイナス31%。 マイナス131円の419円となっています。安値は5月13日の408円で、安値から見るとプラス3%、11円上がっている状況です。<laughs> 財務についてはとても安心できる状況で、自己資本比率66.9%、流動比率281%です。<laughs> 営業キャッシュフローマージン比率はマイナス4.3%となっています。 最終的な利益はマイナスとなっています。配当金については権利確定が3月です。前年の配当金は12円で配当成功がマイナス80%でした。今回の予想は12円で利回りが2.9%となっています。10年以上配当金を減らしていなくて2015年から6年間ずっと12円のままです。株の集体の権利確定は 3月です。100株41900円でクオカードが1000円分もらえます。ちなみに1000株の場合は2000円で3年以上の継続保有だと3000円になります。100株の場合は3年以上持っていたとしても1000円のままですが、利回りで考えると100株の保有がベストです。 優待利回りは2.4%で、配当利回りと合わせた総合利回りは5.3%となります。業績は頼りないですが、安定した財務、そして将来的に心配のない半導体を扱っている点が魅力的です。さらに株主優待として大人気のクオカードをもらえるのも嬉しいです。今回は5万円以下で買えるおすすめ銘柄ということで、g フット、t s o u l j ス z z タカラレーベングローセルを紹介しました。今回の動画は以上です。次回は残りの5銘柄を紹介します。お楽しみに。バイバイ。